JFN パークをお聞きの皆さん、こんにちは。東京オーバル慶応閣オーバルエンジェルの広瀬千鶴です。 JFN パークでのオリジナルプログラムオーバルエンジェルのエンジェルトーク第29回目、今回からは慶応閣所属の94期内田元気選手をお迎えしてお送りします。さあ、どんな初回になっているんでしょうか。まず内田選手の人となりに迫ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テンション低いですね今日ね。そうですか。あれ、緊張されてます。いや、練習したばっかなんで。あ、そうですよね。実は今日足がパンパンなんです今。そうなんです。実は今日ね、この収録は練習の合間を縫って来てくださっているということで。ありがとうございます。ということで、最初にまず簡単にプロフィールをご紹介していただいてもいいですか。はい、あ、私がやるんですか。あ、私が。はい、1981年生まれ、1月7日、内田元気です。38歳ということで、はいはい、まず競輪選手になったきっかけを聞いていきたいんですが。競輪選手になったきっかけは、はい、最初なりたいなと思ったのは高校生の時で、はい、高校3年生の時に一つ上の先輩が、はい、2年生の時かな、その競輪を受けるっていうので、うん、初めてその競輪っていうのを知って、へ、3年生の時受けるか、そう、大学に行くかっていうので、はい、大学に決まっちゃったんで、そっちに行ったっていうことがきっかけだったんですけど、はい、大学卒業の時にももう一回ちょっとそういうのがあって、その就職するか、はい、その競輪を受けてみるかっていう年齢制限があったんで、はいはい、24歳までかな。うーん、でその時に受けようかなと思ったんですけど、その時も就職決まって、えだから結局一回も受けてないんですよね。えそれで普通に社会人4年目ぐらいかな、その時に年齢制限なくなったって聞いて受けたんですよ。なるほど、はい、それがきっかけですか。そうですね、元は先輩が受ける、先輩が受けるっていうのを知って、で、そうですね、自転車も結構興味があったんで、やってみたいなと思ってたんですけど、はい、やれなかったっていうので、ここまで来たから一回受けてみようっていうのでやれなかったっていうなんか理由とかってあるんですか。別のスポーツをやってたとか。陸上はずっとやってたんですけど、高校大学とやってて、種目は何を。種目はね、走り幅跳びっていう、バーッと走ってバーンと一発で飛ぶ遠くに飛ぶやつですね。今ここ経歴見ましたけど、ほぼほぼ優勝じゃないですか。もう20年前ぐらいの話ですけどね。昔はね、昔はちょっと痩せてて細くてね、足速かったんですよ。いやいやいや、今でもね、いやいや、今はもうね、ちょっとお腹も出てきちゃってね、40前になってね、お酒の飲みすぎですね。お酒結構飲みますか。お酒はね、飲みますね、はいはい、何を飲まれるんですか。基本はビールですね。ビールで焼酎、でビールは3杯までって医者に止められてるんでじゃあずっと陸上をやってきて、もともとその運動はしてたってことなんですね。そうですね、もう走り幅と、はい、走るのは好きで走ってましたけど。なんでまたでも自転車の方に行ったんですか。どうなんですかね、自転車冬とか自転車に乗ったりとか、はいはいはい、固定自転車とか乗ってたりしてたんで、そういうのでなんかちょっときっかけはあったのかなと思うんですけど。すごいですね、また陸上から。結構いますよ、ね、陸上から、はい、競輪っていうの結構いて、はいはあ、活躍してる人も多いですね。へー、すごい。私はまだ、はい、まだ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 全然ですけど、まだまだ、はい、で私一つすごい聞きたかったことがあるんですけど。何ですか。元気選手って必ず勝利者インタビューとか、うん、元気ですかって来るじゃないですか、うん、あれっていつから始まったんですか。元気ですかって言われるから、元気ですよって言ってるんですよ俺元気ですかって、俺は質問してないんですよ。俺は元気ですよって言ってるんですよそんな結構ね、みんなちょっと勘違いしてるんですけど。確かに、お客さんが元気ですかっていうのに対して返す。そうですね、結構なんか OB の人とかも
元気ですかって言うんで元気ですよっていうなんかそういうなんか一連の流れがあってでいつもヒーローインタビューでいつも勝手に自分が元気ですよって言ってる感じなんで、ね、ちょっと寒いんじゃねえかって言われるんですけどまあ一応のまあコールアンドレスポンなんていうんですかねそういうそういう感じで言ってるんですけどじゃあ元は元気選手じゃなくてお客さんの方からも元気ですかが来るから元気ですよって言ってるんですけどなるほど、そういつから始まってここまでもうみんな知ってるじゃないですか元気選手が来るともうそうですね決まりだぜみたいな、まあ、特にここは一着多いんで定格は、はい、もうお客さん喜んでくれてると思うんですけどね、うん、そうですね私もよく自転車をね勝利者インタビューの時に受け取りますけどいつもニヤニヤしながら受け取っちゃうんですあ始まった始まったみたいな感じなんで、はい、いつも楽しませていただいてますありがとうございます、はい続けてエンジェルトーク第29回目は内田元気選手をお迎えしてお届けしてまいりましたが皆さんいかがでしたでしょうか、まあ、あの高校時代大学時代とずっと走り幅跳びをやっていて総体ですとかあと種目別選手権、まあ、いろんなところで優勝している、まあ、経験の持ち主でやっぱり走り幅跳びでもね脚力を使いますし競輪でも自転車漕ぐのにもね足の力使いますからそういうところが、まあ、生かされているのかなというふうに感じました。次回はですね内田選手にあの競輪選手としての、まあ、生活思い出などを伺っていけたらいいなと思っています。お楽しみに。ここまでのお相手は東京オーバル慶応閣のオーバルエンジェルグリーンの広瀬千鶴がお送りしました。バイバイ。